はい。遠野絵です。それでは今日は、桃太郎のお話をしたいと思います。えー、先日ですね、水古天皇の霊言の中で、不思議なお言葉がありまして、桃太郎という存在は、現在に、現代に転生しているという話があったんですね。 それが2021年の5月10日の霊言においてです。すると、同じ月の5月28日に、新桃太郎という絵本が出たんですね。これが大川隆法原作、大川さやか町のものなんであります。で、えー、教示性がありますので、 5月10日に桃太郎が出たという話があって、約2週間後にこの絵本が出てて、タイミングが非常に合ってますから、意味があるんじゃないかと思って、この桃太郎の産休に入ろうというわけであります。で、実は、去年の11月にこの鬼学入門の中で、 鬼ヶ島の鬼の霊言というものがですね、最終章で収録されてまして、そこで実はもうすでに桃太郎の話は出てたんですね。で、えーまあ、桃太郎というのは、実は、アマテラス大神の息子の話であって、アマテラス大神の命を受けて、えー、地上に 天孫降臨してきて、反乱する豪族たちを平定したと。で、新しい国を建てたと。それが、桃太郎の話の原型なんだという。まあ、こういう話が、まあ、すでに出ておりました。で、その時の降臨した神様の名前がちょっと長いんですけど、えー、まさかつ、 赤津、勝早日雨の押し穂の耳のみことという、まあ概要欄にこれ漢字入れておきますけど、すごく長いお名前で、まあ短く短縮して、雨の押し穂耳のみことというらしいんですね。で、この方がですね、天照大神の息子で、そのさらに息子に二二義のみこと、まあ三島幸男に転承した方ですね。その奥様が、 この花咲夜姫なんですけど。まあそういう関係のですね、方が地上に降りて、この方が桃太郎伝説の原型になったんだという話が出てたんですね。ただ今日は話をよりシンプルにするために、この新桃太郎を土台にしながらですね、じゃあ本当の桃太郎伝説ってどういうものだったんだということを まあ、お話ししようというわけであります。で、まあ、この絵本を皆さんに手に取っていただきたいので話をさせていただくんですが、まず冒頭のところから従来の桃太郎とはちょっと違ってまして、神様が天上界から桃をポーンと地上に落とされて、困ってる人を救いなさいと。まあ、こういう命が下って桃が降りてきたという、ここから始まってるんですね。 その神様のこの言葉から始まってるというところがまず違うところ。で、その桃がこの川に降りて、そこがまあ洗濯に行ってたおばあさんが持ち帰ってくるところは一緒。で、桃を包丁で割ろうとしたら、桃が光って自分でパカッと割れて、そこから桃太郎が飛び出すところは一緒ですね。ただ、その桃太郎が この光り輝く剣を持って現れたというふうになってましてここは新しいところですねで、えー、さらにこの桃太郎はもう生まれてきてすぐに自分の名乗りを上げるわけです我は太陽の女神天照大神の長男雨の正勝の御とまたさっきの長い名前があの頭のところだけ取って雨の正勝の御と だから正しいものは勝利するんだという意味合いの言葉としてまあ名乗りを上げてで天から使わされて悪なるものを成敗するために現れたるなりっていうふうに元気よく言うわけですね。ここはまあ従来の絵本にはなかったところであります。でそれからおじいさんおばあさんに育てられてで大きくなっていく。 どんどんとその強くなっていって、それで、えー、いよいよ鬼ヶ島の大事に行くわけですね。で、この時の、鬼、鬼というのは、瀬戸内海で暴れている島から出撃してきた海賊の話であったと。で、その海賊たちが、あの、村で収穫するときに、岡山ら辺に上陸してきて、いろんなものを取っていったりですね。まあ、ああ、 お姫様なんかを拉致したりとか、まあそういう悪さをしていたという、その鬼を退治にしに行きますというふうに言うわけですね。で、大、え、事、ー、にするときに、えー、有名な犬、猿、雉のですね、えー、この仲間たちを、この、集めていくわけですよね。で、持たされたものが、桃ときび団子と。これ一緒だと思いますが、桃に関しては、これは、 まあ、悪霊を退治するための力があるという説明になっているのがちょっと新しいところですね。で、キビ団子は食べたらすぐ力になる。そういうパワーになると。そういったものを持って仲間を探しつつ、鬼退治に向かって、最初に現れたのが、まあ、犬像というものですね。だか従来のものでは犬が現れて、犬が部下になるんですけど、 これは人間の犬像という犬使いが現れて、まあ村で一番の犬使いで、犬を使っている人間ですね。この人間が現れて家来にしてくださいということで、まあキビごを与えたと。それから二人目の猿ですけど、これも猿彦という,う、いわゆるまあ猿使いですね。猿の軍勢を使っている、あ、これはですね、あのそうじゃなくてあの槍です。槍の名手のことを、 サルヒコと言ってて、これがまあちょっと違ってるところです。それから最後のキジですけど、これも人間で、キジスケという、これは弓の名手ですね。弓の名手が現れて、で、キジスケになったと。この辺がちょっと従来と違うところで。全部は人間だったということですね。で、犬像だけは犬を使ってると。あとは槍の名手と弓の名手。こういったものを連れて、そして鬼ヶ島大治に行くわけです。 で、ここで戦いが二段階あったということに新しいものではなっていて、最初は海戦ですね。船と船の戦いにおいて、ここでは、木地付が活躍して、みんなでバーッと弓を打ったら、向こうの船まで届いて、まあ向こうが大慌てして沈んだ者も,もいたと。それが第一段階。で、第二段階は、相手の鬼ヶ島、 ま、瀬戸内海にどっか浮かんでいる島ですね。そこに上陸していっての戦いになるわけです。陸戦ですね。で、そこで、ま、犬像の犬たちが、うわーっとこう、相手の敵にかかっていって、かなり活躍をしたり、まあ、あるいは、猿飛行がですね、いろいろと相手のお城に入る手引きをしたりとかして活躍をすると。ただ、その鬼ヶ島に、 大きな縄文があって、その奥に、の鬼の大将がいてですね、これが非常に強かったわけです。三つの目がある。鬼が出てきて、これがこの金棒を振り回すと、これは強くて、この犬像とか、猿彦とか、ス助たちでは勝てなくなるわけですね。でここで、桃太郎が登場して、そしてこの剣に祈りを捧げます。 で、天上界の神々に、この制御のためにどうぞ力をお授けくださいと言うと、電撃がバーンとこう降りてきて、この剣が神剣、神の剣になるわけですね。で、神の剣でこの犬の、鬼の対象を打つと、見事にそれは成敗できたわけです。で、これは、 去年解かれた鬼学入門の中でもですね、鬼ヶ島の鬼が、まあ自分が実際桃太郎にやられたと言われている鬼が出てきて、鬼というのは真剣でなければ退治はできないと。なぜなら鬼には鬼バリアというものがあって、このバリアを持ってると敵がなんかスローモーションがかかったみたいに見えてきて、簡単にはやられなくなる。だけど、 神の光をこう、怯えている真剣だと鬼はやられてしまうということを彼は言ってたんですね。まあその通りのことがこの新しい絵本でも起きるわけです。で、鬼が、まあ、負けました。参りましたということで、結構鬼は潔くて、参りましたと言ったらもう謝って、これから改心をいたしますと。だから負けるときは結構負けを認めて潔,潔いのが、こういう鬼なんだと。 いうことを言うわけですね。まあ、彼らはあの、鬼滅の刃が出て、大川総裁、ご夫妻が見に行った時に、なぜかその縁をたどって鬼ヶ島の鬼が映画館からこの、ついてきてですね、大五館で収録になったという経緯があるんですけど、ただ、鬼滅の刃で書かれている鬼は本当の鬼ではなくて、あれは化け物であると。本当の鬼はもっと潔いものであって、そういった間違ったものを広めてもらっては困ると。 一千万人もそういう映画で見られると、その映画の霊界みたいなものができてきて、そこの後始末の問題というのが出てくるんだと。で、我々は本当の鬼であるから、全然違うのでという抗議をしに来たわけですね。で、その抗議をしに来た鬼が、まあ、桃太郎の話もして、まあ、あと負けた後は改心したと。で、実際にはですね、この絵本には書かれてませんが、その鬼たちは、海賊を辞めて漁業、 の方を営むようになって、それでこれまで岡山の農村のところで略奪してたのをやめて、この魚を物々交換して穀物などをもらうようになったということになったそうです。まあ、そういうことが、本当の桃太郎の物語であるということが解かれておりまして、まあ、ここで整理してですね、この新桃太郎が、 出てきたということの、この意義はですね、えー、おそらく、まずは、すべては神様の命から始まった。神様から命じられて、その使命を果たすために戦ったんだという、この大義名分があるということが一点大きな違いだと思います。それから途中で、いろんな仲間たちをこう集めたというのは、決して動物を集めたわけではなくて、動物を使ったり、 あるいはまあ、それ以外のいろんな武器を持った、特徴を持った人たちを集めたんだと。それがまあ、象徴的に犬とか猿とか生地と言われただけであって、部下たちは人間であったということが二つ目。で、三つ目は最後やっぱり真剣ですね。神の剣を宿してなければ決して勝てない。だから神と一体となって、その光を呈してないといけないという。まあ、この三つがですね、違いであるというふうに思います。 で、まあ、その、鬼学入門の鬼たちがあ、鬼ヶ島の鬼が言うにはですね、今、鬼滅の刃が流行っていて、どっちも、桃太郎も鬼を退治するし、鬼滅の刃も鬼を滅ぼすんですけど、これには明確な違いがあると。どこが違ってるかというと、鬼滅の刃の方は鬼の描き方も違うし、鬼を退治する炭治郎たちも復讐の鬼になっていると。 復讐の鬼と化して鬼をやっつけてるけど、それでは、あ神の光は降りてこないんだと。桃太郎の方はちゃんと神様の命を受けた使命で戦っていて、復讐の鬼の方になってしまうと。まあ、ちょっとしたことでそう、ダークサイドの方に落ちてしまうということなんでしょうが、復讐の鬼というのは実は宇宙の横島なる存在のカンダハールという存在も復讐の鬼となってああなったんだと。 アーリーマンの手下と言われてる、まあ、向こうの鬼、うんうん、邪悪なあ宇宙存在の将軍みたいな存在ですね。これもあ何か宇宙戦争で滅ぼされた後、復讐の鬼となって今、ああ横島な活動をしてると。だからそっちの方に復讐の鬼化するとなってしまうということなんでしょう。そうであってはならなくて、えー、桃太郎の方はあくまでも神の命を受けた英雄伝説の原型であって、 これは救世主の物語の原型となるような方なんだと。まあそういうことがあ,あるわけですね。ですからまあ今回も、桃太郎が出るということで、まあ救世主物語の原型が出てきたということでありますし、冒頭に帰って水庫天皇の霊言で今桃太郎が地上に出てるというのは、実はエルカンターレの大川総裁の孫世代のかにあたる方なので、 こういう方に、そういう、まあ、英雄伝説の元になっている方がもうすでに下章をしていて、使命を果たすために今、すくすくと育とうとしていると。これから長い戦いになる中で、そういうような英雄もたくさん廃材としてなされていると。他にもいらっしゃると思いますが。まあそういうことであるということがですね、ここで伝われていることではないかと思います。 まあですから、悪なるものと戦うということは極めて大事であるし、気をつけなければならないのはそこで復讐の鬼化するようなところはですね、えー、踏みとどまって、やはり正しい神様のもとで、えー、正しいものは正しいと言っていくという戦い方をするべきであるということを、まあ、強く感じました。まあ、我々にとっては不完全な人間でありますので、やはり反省というものが常に 必要になってですね。間違いかけたら反省して道を正しながら、その神様への道を歩んでいくことが大事だということを感じました。まあ、以上が、新桃太郎に関するお話であります。参考になれば幸いです。ありがとうございました。